さて今回はサックスの曲集おすすめはという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですねコメント欄に聞いた質問にお答えしたいと思います。この方は、初級の曲集が終わって次やる曲集を探しているということですね。曲集ねいろいろいっぱい出てるんですけども、正直ねなかなかベストのこれっていうやつってねなかなかないというか、その方の状況にもよるので一概に言えないんですけど、僕はこれまでね、結構いろんな曲種レッスンでですね使ってきてますので、そういったこととかちょっとお伝えしようかなと思います。曲種とかでねお悩みの方、何かお探しの方は参考にしていただけたらと思います。それでは質問内容の方読みたいと思います。ミキ先生、いつも動画を楽しく拝見しています。先日のライブも配信でですが楽しませていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。1点質問でございます。ご教示いただければ幸いです。私はテナーサックス歴8ヶ月ほどの初心者で、以前先生が勧めていた見て聞いて必ず吹けるシリーズのテナーサックスバージョンを独学で一通り終えたところです。次にステップアップするために何かおすすめの教本はありますでしょうか。ジャズが好きなので個人的にはイージージャズコンセプションに挑戦しようかと思っています。ゆくゆくは人前でアドリブなど披露できるようになればいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたしますということですね。はい、どうもありがとうございます。ライブの配信も見ていただきましてありがとうございました。こちらにねちょっとまとめました。テナーサックス歴8ヶ月の方です。見て聞いて必ず吹けるシリーズ、これ僕おすすめの本なんですけど、これのテナーサックスを最後まで一応やったということですかね。それができたら初級段階はクリアということになるかなと思います。それで、次ステップアップするために何かおすすめの教本ありますかということで、イージージャズコンセプションはどうですかってことなんですね。回答としましては、良いと思いますが点々点って書いてます。いいと思いますよ。イージージャズコンセプション、ジャズコンセプションシリーズはジャズの吹き方を勉強するのに、すごくいい本になりますので、それの一番簡単なやつが一応イージーなんですけども、それはおすすめになります。ただリズムがですね、リズムとかそのフレージングが結構その本場のねプレイヤーが書いてる楽譜なんでちょっと独特なんですよ。日本人が吹くとちょっととっつきにくいっていう方が正直多いです。でも十分やる価値はありますので使ってもいいと思います。で、他にですねこの曲集選びのポイントということでね、ざっと上げてみました。で、なかなかね正直理想の曲集っていうのはなかなかないです。ただジャズコンセプションのシリーズは、僕がこれから言う内容は満たしてると思います。そういう意味ですごくおすすめになります。曲集選びのポイントとかありますけども、やりたいジャンルでってことですけど、ジャンルはねいろんな曲集出てますね。ジャズも出てるし、ジャズとか洋楽とか、そういうのもミックスされてるやつもあるし、 J-POP とか歌謡曲とか、あとジャズと洋楽もミックスしてできてる本がありますよね。もういろんなやつがあります。だから、内容を見て選んでいくって感じになるんですけど、ネットだけだとねなかなかわからないんで、楽器店でね実際に手に取って中身を見ながら、これやと吹けそうやなとか、あと曲の内容を見て、これやといけるなっていうのを選ぶのがおすすめのやり方になります。僕自身そうやって選んでます。実際やっぱり本見ないとわからない部分がねほんま多いんでね、っていうことです。曲集選びのポイントですけど、これ3つほどちょっとポイントあげました。1つ目がカラオケ付き、2つ目が模範演奏付き、で3つ目が曲の長さというふうに書きました。それぞれね、ちょっと解説しますけど、カラオケ付きというのは文字通りですね、その曲集にカラオケが付いてる。その方が絶対楽しいと思います。曲集によってはカラオケがないやつもあります。独奏用とか言ってね、一人で吹くのが前提で、伴奏が全くないっていうのもあったりしますけど、大人の方で曲いろいろ吹きたいってなったら、やっぱカラオケあった方が楽しいし、吹きやすいと思いますよ。皆さんそれ求めてると思うんで、まずカラオケ付きっていうのはちょっとマストになるかなと思いますね。次ですね、模範演奏付き。これがですね、なかなかカラオケが付いてて、模範演奏が付いてるっていう曲集があるようでないんですよね。カラオケ付きの曲集でね、もう山ほどあるんですよ。で、カラオケなしのやつもあって、カラオケと模範演奏両方ついてるっていうのがちょっと少ない傾向かなと思います。なので、もしね、欲しい本でカラオケしかないと、模範演奏がない場合は、買う前にできたらね、YouTube で探して誰か模範演奏のね、動画上げてないかチェックしてみるとかして、もしそのね、曲集の中のあれをいっぱい吹いてるっぽい、演奏を見つけて、それが参考になりそうやったら、その曲集使ってもいいかなと
と思いますね。あと次が曲の長さですね。これもねめっちゃ大事なんですよね。ここカッコ原曲通りだと長すぎって書いてるんですけど、最近の曲集で 3,40 曲ブワーってめちゃくちゃいっぱい入ってるやつとかあるんですよね。特にアニソンとか J-POP 系やと思うんですけど、でそういうのってその原曲のまんまのサイズで掲載してる場合が多いんですよ。なんかそのページ数を節約するためにコーダがもう3つも4つもついてる、コーダダルセーニョも3つも4つもついてて、もうなんか複雑極まりないみたいな楽譜で、なんとか収めは頑張って作りましたみたいな楽譜があるんですけど、あれはね、あの僕も実際レッスン使ったことありますけど、もう非常にあの演奏しにくいし、曲が長すぎて疲れます。無駄に疲れます。曲の長さが原曲通りである必要ってないんですよね、サックスで楽しむ場合。だから例えばリットーミュージックとかが出してるやつっていうのは程よい長さになってる場合が多いです。まあ、もちろんそうじゃない場合もあるかもしれないですけど、これリットーさんの場合はまんまになってなくて程よい長さで 2,3 分で収まるみたいなのがあるんですけど、特に最近のいわゆる J-POP とかアニソンのカバーのやつは原曲の長さガチで吹くみたいなのが多いから、それはねちょっと気をつけた方がいいかなと最近思ってます。はい、まあ若いね生徒さんのレッスンでそういうのを使うことが多いんで、年配の方の場合そうでもないかもしれないですけどね。であと星印のところですね、独学向きの曲集は少ないかもって書いてます。過去レッスン前提で書いてますけど、さっきから言ってるようにカラオケ付きのねやつで模範演奏入ってないと、やっぱりそのなんかほんまに自分がちゃんと吹けてるんかどうかで分かりにくいじゃないですか。まあ YouTube で動画とかあったらいいですけど、完全独学でやってる人っていうのはやっぱり参考にするものが少なかったりしますので、その辺はねやっぱり独学向きじゃない面もあったりするかなと思いますけど、何かしらね、まあ元のその演奏を聞いて参考にできるいるんであれば、まあ、それで読習できるんだったらいいですけども、なかなかそのカラオケと模範演奏と両方ついてるやつってね少なかったりしますね。カラオケと模範演奏両方ついてるやつやったら、まあ、大人初心者っていうシリーズですね、それのジャズのやつとかでテナーサックス用とかアルトサックス用とかね出てます。それはサックスの音で模範演奏が入ってるわけじゃないけど、まあ、ある程度参考にはなるかなと思いますので、そういった感じでちょっと参考にしていただけたら幸いです。もしねなんかこの曲模範演奏してほしいとかあれば、僕の YouTube のねメンバーシップの宣伝になっちゃいますけど、メンバーシップに入ってる方で、楽譜取り放題コースってあるんですけど、そこでですね例えばこの曲のね模範演奏欲しいとかリクエストあったら、そんな全然やります。楽譜もね作ったりしてるぐらいなんでっていう感じなので、一応お伝えしました。はい、ちょっと宣伝です。ということでこの方の何らか参考になれば幸いです。こんな感じですね。サックスに関することであれば何でもコメントの方に書いていただきましたら、随時こんな風に動画とかテキストでお答えします。あとこのチャンネル動画が役に立っていて応援したいという方は、チャンネルメンバーシップさっき言いましたけどねとスーパーサンクスやっておりますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。チャンネルメンバーシップは楽譜取り放題コースというのをやってまして、皆さんのリクエストとかを受け付けたり、そこでしか出してないコンテンツもありますので、皆さんご興味あればぜひ概要欄から内容をご確認ください。